い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4の続き、タイプレーやっていきたいと思います。でここまでですね、日本が降伏をして、残された数十国は、まあ、大国と呼ばれるようなものはもうすでにないという状況なので、この後タイとしてはですね、完全に戦争が終わる前にできるだけ中国の領土を侵食して、できるならね、戦後の大国化を、大国化っていうのは列強入りっていう意味ですね、を目指していきたいなというふうに思います。ではまず攻撃戦から引いていきたいと思います。まあ、できるだけね、中国領、旧中国領って言った方がいいかな、ここを侵食していきたいので、ガンガンと進んでいきましょう。で人的資源とかがね、多少枯渇はしているんですが、まあ、それもねぐいぐい食っていかなきゃいけないという状況なので、多少の人的不足は目をつぶっていきましょう。で一応ですね、もうスキルはほとんどないんですけど、陸軍の元帥に1人、彼を昇進させました。なのでこの元帥がね、軍団長みたいな形になっています。あとは枢軸からアフガンが脱落となると、もう枢軸はどうなんでしょう。あと残されているのはイタリア、共和イタリア、トルコ、これくらいかな。違うな、中華立憲共和国とモコぐらいしかないんじゃないかな。ちょっとじゃあ降伏済みを削除しちゃうと、イラク、満州、そうですね、まあ、この程度というところですね。もうイラク以外は全部この中国方面かな。となるとね、本当にちょっとでも多く領土を食うチャンスというのは減ってきてるんでね、多少無理をしてでも戦線に投入していきましょう。まあ、どうしてもね、この対中国方面はインフラが十分ではないので。お、イギリスが20個師団の遠征軍の指揮を委ねると、これは大きいぞ。インフラがないと補給が少し滞る部分があるので、そこが辛いところなんですよね。いやー、これはマジででかいな。沖縄にいる、しかもこれ戦車大隊じゃないか。これなるほど。今見ると日本本土とタイというか、まあ大陸側の全部で大枠して3つ4つと軍が分かれてるようですね、イギリス軍は。じゃあまずは、そうだな、日本方面にいる軍、これを韓国に上陸させよう。そっからだな。まずは軍を指揮しちゃいましょう。日本方面軍とそれ以外みたいな形で譲渡されたイギリスの20個の師団を割り振っていきます。これはマニラだからフィリピンだね。
や、この20個の師団は本当に大きいだ。後でちょっと師団の構成も見ましょうか。いかにイギリス軍が強いかというその秘密がわかるかもしれない。いや、これだってもうイギリスじゃん、完全に。譲渡されたけど、ここに関して言うと完全にイギリスだな。じゃあ未熟ながら司令官も配備していきましょう。ちょっと分かりやすいようにね、ネーミングだけ入れておきます。さあ、じゃあこれらの軍をねちょっと動かしていきましょう。早速ですが、双子だからね、この本土防衛軍と対中派遣軍の司令官は共に。では彼らをね戦線に投入していきましょう。強襲上陸がかけられないからな、なんとかね。船の数だけでもあればなんとかっていう感じなんだけどな。一体一体選んでいくしかないかな。そうすると、上陸が可能なところ、そうだな、満州をこの軍力だけで攻めるのはきついから、まあ、この後頭あたりに行く。ちょっとね、どう考えても輸送船の数が足りないんで上陸してくれるとも思えないんですが、まあ一応ここにね強襲上陸のための準備のタイマーはかかったので、このままじゃあ進めていきましょうか。まあ、イギリス軍20個の師団の指揮権が譲渡されたというのは本当に大きいな。
ビクトリーポイントでいうとラッタの行進王国が 8%、うん、イギリス領インドが 10%。 イギリス領インドは超えたいよな。まあイギリス領インドとイギリス合わせたら 18% ですからね。ソビエトがめちゃくちゃポイントを稼いでるのはおそらくドイツ攻略の功績なのかな。輸送船の数がね、本当に全然足りてないっていうのが致命的なんですよね。輸送船とはいえ作る余裕もないしね。まあそれでも121隻のね輸送船を持ってるからな。この2646個交易と平坦で必要って言ってるのは、多分今までのそのレンドリース込みの輸送船の必要数だと思うんですよね。さすがにねこんなに平坦を、あの要は兵を動かす、あるいはその輸送補給の輸送のために2646隻必要とはちょっと思えないからな。人的資源はもう完全にゼロ、枯渇してますね。このまま行くとね、前線で戦える師団の充実っていうのかな、人的資源の充実が下がってしまうんで、なんとかしたいな。これ見ると一応政界権はあるようには見えるけどね、完全に日本近海は連合軍側の支配下にあるので、政界権はあるので、なんとかこのまま強襲上陸してほしいけど、輸送船がゼロだからな、やっぱちょっとどうにもならなそうですね。日本にいるこの師団はそのまま日本で飼い殺しになっちゃうな。イギリス軍は前線に到達してるで。まあとはいえやっぱりね、そのタイの方の師団の構成はかなりしょぼい方なんで、数で押し切るっていう戦略を今まで立ててきたんですが、それもねちょっと難しいんですよね。人的資源が枯渇している今となっては。ちなみに師団数でいうとどうなんでしょうね。我々はラッタの行進はイギリス軍からの増援を合わせて69、工場数は48。一方のイギリスはというと224師団に対して工場が350っていう圧倒的な工業力を誇ってますね。349は。いやこりゃ勝てないよな。フランスも285ありますね。工場だけ見てもちょっと段違いだもんな。アメリカに至っては613、師団数313っていうね。
イランが枢軸に加盟か、このタイミングで。勇気あるな。で、ソビエトも工場数は600。まあもうドイツ共和主義共和国になってますけど、これは350か。そうか、社会主義になったんだな、ドイツはね。ソ連に併合されたと言っても過言ではないですね。ちなみにヨーロッパのはどうなってるかというと、ドイツはまあそれでも大半の領土を失ったというよりかは、社会主義国家として生きながらえてるって感じだな、これを見ると。で、イラクはというと、さらにソビエトがでっかくなる7個のイランを取ると。いやー、ソビエトでかくなりすぎだろこれ。まあアメリカ、ソビエトの2大大国化しますね。なんとか競輪ぐらいまで落としたいんだけどね。ちょっとまだまだ師団の構成という意味では、じわりじわりと寄ってってはいるんだろうけどな。どうしてもさっきも話したように、我々の方は戦力的にはかなり厳しいからな。じゃあ日本から巻き上げた攻撃機とかを入れていく。陸上の攻撃機はしょうがないでしょう、入れても、航空近接支援、まあ、これをちょっと配備しとく。200、今なら200投入できるもんね。まあ14機しか。運用できないですけど、今戦闘機作ってないんでね、我々としては。あくまでももう陸軍に特化、陸軍国としてしばらくの間は生き残りをかけていきましょう。特にね、海軍戦力作るには鉄がものすごくいるし、空軍戦力作るにはアルミが必要になるし、石油も必要になるしって考えると、今ちょっとその余裕がないんですよね。さあ競輪までもうちょっとまで来ましたね。いやー本当に連合国軍強いよな。戦車とか持ってるっていうだけでも憧れですよ本当に。改良型歩兵装備が入れば、こちらどうしてももう支援装備系はマックスになるのかな。この先はというと、夜間戦闘系になっちゃうんだな。夜間戦闘系入れるぐらいだったらドクトリンの方に行った方がいいかな。ドクトリンもここで止まっちゃってるもんね。さあ各所で有利に戦いを進めてくれてるように徐々になってきてるでいいのかな。
前線を押し上げれば押し上げるほどタイの領土が広がるっていうね、素晴らしい状態ですからね。ちょっとここが敵の3師団残っちゃってるのが気になるけど、まあ、ここはフランス軍とイギリス領インドに任せて、我々としては敵の中核地へさらに進んでいきましょうと思っていたら、一旦ここで止める。自動車が大体線を一旦引き直しましょうか。さあこれでいいでしょう。で、工場が1個増えてるのはなんでだ？なんか獲得したのかな？となると生産のラインを増やしていこう。おお、8から10に増えてるな。何増やそうかな。まあ補充が追いついていないものを優先的にやった方がいいでしょう。となると歩兵装備だよね。まずは歩兵装備に軍用トラック、でこれに伴って、ああそうか、石油がイラン、イラクから輸入できなくなったんだな。ちょっと石油はじゃあ大陸のどっかから輸入していこう。どこから輸入するか、まあソビエトだな。さあここに来て一気に進んできてるね、前線としては。じゃあ先ほどみたいにドクトリンの研究に進んでいきましょう。でこの後は支援中隊系もね、徐々に、この後の戦いを睨んで入れていきたいところですね。
さ、また人的資源がゼロに枯渇してるな。ここはなんとかね、ちょっと頑張ってもらいたいなというところなんだけどな。ちょっと待ってね、これ以上進んでもこれフランス領になるだけだな。ここは南の進軍は一旦停止しよう。こんな無駄な戦いはしたくないですからね。さあ、フランス領からの進撃はフランス軍に任せて、あるいは他の連合軍に任せて、我々隊はそれ以外のところから侵食をかけて、その分領土の拡大ですね。一旦ちょっとね、掃討作戦に移りましょう。よし、降伏したね。タイによる圧倒的な軍勢の圧力に耐えることができなくなったと。これで、88式と輸送船団21を確保。うん、これは大きいな。輸送船が一時的にガンと増えたのはありがたいですね。これ戦勝ポイント結構上がったんじゃないのっていう期待感はあるけど、どうだろう。 8% か、全然上がってないな。そしたらちょっとちょこちょこ、動かしちゃう感じで煩わしいという部分もあると思うんですが、一旦ここでまた戦線の整理をしましょう。まず自動車が大隊の方なんですが、彼らには前線を結構細かく指定しておいて、しっかり侵食の方に余念なく対応してもらいましょう。んで、歩兵隊の方は敵の掃討戦ですね、残った敵の掃討戦、こっちの方に入ってもらいます。
輸送船の数が一時的に増えたとはいえ、数が全然足りてないから2000何隻必要だっていうところに数十隻増えましたと言われてもちょっとピンとこないですよね。まあ、人的資源の枯渇もそうなんですけど、あとは工場が47まで来てるんで、これをなんとか、50まで増やしたいかなというところかな。これが決まってくると、次の、国家方針として研究枠もう一つ増やせるので、それだいぶ助かるな。これ見るとでもあれだね、徴兵化の人口がプラス 5% になるんだな。軍国主義を即入れたいな。国家方針を自由主義理論から変える？いやでもファシストでもなければ共産でもない、無理だね。まあ、中立でいきましょう。タイはね、微笑みの国ですから。さあ、それはそれとしてだ。戦争の方はまたここに来て膠着状態だな。お、ギリシャ対してソ連が宣戦布告するの？いやーこれソ連さやりすぎじゃないの。ちょっとギリシャにまで手出し始めたわけ。ああもうイラク完全にソビエトに食われてるもんで、でもこうなるとそのうちイギリス対ソビエトっていう構図がなんか見えてきますけど、その時にタイが巻き込まれないためには今だとモンゴルがいて日本がいて満州がいてっていうところですけど、これソビエトの前にこれらの国って力を発揮するんだろうか。イギリス軍からの本当にこの支援部隊が入ってきたことによってめちゃくちゃ楽になったな。あとフランスとの領土獲得戦争になってきたね。フランスに負けないようにガンガン進めていかないと。すごい間違いしてたね。この対中派遣軍、すでに大陸にいる部隊に対してもしかして強襲上陸の命令出してたっぽいな。ちょっと無意味なことしてたな。
そのラッタナ後進王国タイですけど、それなりに領土はやっぱり大きくなってきてるんで、このまま中国の領土をさらに平らげていって、将来的なアメリカ、ソビエト、イギリス、フランスに次ぐ地位、五大国入りを目指したいけど、そのためには国力がありすぎる、差がありすぎますよね。イギリス、フランス、ソビエト、アメリカに対して脆弱だな。せめて工場の数100、手段数100、これが一つの目処になると思うんですけどね。まあ、次の我々の目的としてはどうなんでしょう。この南昌とかここまで軍を進めていくのが一つの目標、目的になるのかな。ちょっと待ってね。ここは、まあ、広州には依然日本軍が居座って抵抗を続けているという状況だね。まあそれはそれとしてだ。我々としては南昌を次は目指していくでいいのかな。南昌を目指して進めていきましょう。あとは強襲上陸をかける部隊は集結してるけど、ここになんとかね輸送船を出してあげなきゃいけないんだけどな。輸送船を出す余裕がないからね今。144隻輸送船が今あるんだな。まあ、多少ゴリゴリ押し進めるっていう政策をしている以上、戦略を取っている以上、人的資源の損傷、損害、消耗はどうしても激しくなっちゃいますね。じゃあ工場に生産のラインが追加できるようなので、どうする。これは補充が足りてないのは軍用トラックが一番足りてないかな。軍用トラックが一番足りてないね。じゃあ軍用トラックを追加していきましょう。工場の数が51になったね、これで。そうすると
続きの、もう今ね、中立主義への話をしちゃってますけど、この後は、どっかに、工業系の枠があったはずなんですが、ちょっと確認しておきましょうか。どこにあったっけな。あ、これかな、技術の共有。違うだ。研究枠をもう一つ増やしたいんだけど、あ、これだね。ここに入っていきましょう。で、このためには順番で言うと、中立主義行って、戦争抑止政策行って、我々はなぜ戦うのかに行ってから技術の共有か。だいぶ先だな。そんなに慌ててもしょうがないっていうところかな。まあ、工場の数は50を超えましたね、一つの目安。フランス、イギリスも上陸したのにな。俺たちも連れてってよって感じだよね、これ。一緒に。あとはじゃあ彼らとの奪い合いだな。ギリシャとかね、そのソ連の国力に対してちょっと相手にならないぐらいだよな。ソビエトの兵力だって300から500師団展開できるんでしょ。それに対してギリシャは60。まあもちろんね、ソビエトがそこに全部の戦力を投入してくるというわけではないと思うんですが、はい、というわけで今回もね、時間がいい時間になってきましたので、領土獲得戦争を進めていますが、次回もこの続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。